ディズニーランドモノレールは、ディズニーランドにあるアトラクション、交通機関の名称。ウォルト・ディズニーは、昔からモノレールという、当時としては、新しいシステムの乗り物に対し興味を持っていた。そこで1958年に、ロサンゼルスにモノレールを作るという計画があることを、知るとウォルトは、ぜひディズニーランドで建設を行ってほしいと要望し、自身のチームであるウォルト・ディズニー・イーマジニアリングが、 建設を開始させた。ディズニーランドモノレールは、西半球で初めての実用的交通機関であるモノレールとして、1959年6月14日に開業した。グランドオープンには、当時アメリカ合衆国副大統領だったリチャード・ニクソンも立ち会い、彼の娘であるトリシアとジュリーの姉妹が、デープカットをした。 当初はディズニーランド内のトゥモローランドを巡るコースだったが、後にディズニーランドホテルまで延長。さらに2001年にディズニーカリフォルニアアドベンチャーが開業した際にも、走路が一部変更された。駅はトゥモローランド内とダウンタウンディズニーの2カ所にあり、パークチケットを持っていれば、誰でも無料で乗車することができる。なお、当初の名前はディズニーランドアルベーグモノレールであった。 これはモノレールがゴムタイヤを用いコンクリート製の線路をまたいで走るアルベーグ式と呼ばれるものであったためである。この方式は後にシアトルセンターモノレール、犬山モノレール、東京モノレールなどで採用されている。なお、東京ディズニーリゾートのディズニーリゾートラインではこれを改良した日本小座式が用いられている。モノレールの車体は開業から現在に至るまで何度か デザインなどが変更されており、それぞれにナンバリングがされている。2017年現在使われている車体はマーク7と呼ばれているものであり、色は赤、青、オレンジの3色である。ダウンタウンディズニー内にはいくつものショップやレストランなどが立ち並び、さらにディズニーランドモノレールの駅もあるため、パークのチケットを持っていれば、ここからディズニーランドのトゥモローランド内や、 ディズニーランドホテルの直通移動ができる。ありがとうございます。